さあ、それでは先へ進んでいきたいと思います。じゃあ行こうか。行きましょう。ただここでお知らせが。ホストの死体初めて見た。ああ、死体って言ったけど、これは死んでるんじゃなくて、ロストがもっと凶悪な化け物の姿になる前の休眠状態だって言われてる。変化が始まるまで何年もかかるやつもいるみたいだから、放っておいていいと思う。はい、私4時間前からやってまいりました。いや、ほんと何言ってんだよって感じっすよね。いや、何言ってんだよって感じだ、ほんとに。いやー、4時間ぐらいぶっ通しで動画撮ったんですけど、一切音が録音されていなくて一切音が録音されていなくてですね、今また最初から始めたんですけど、どうだ、使えそう。いやー、やっちまった感が半端じゃない半端じゃない。気合い入れて初日からね、もうガンガン進めるつもりでいたのにさ、ガンガン進めたら録音されてないんだもんねどうするまあ最初から始めるしかないでしょ。中身は何だろう。始めました。でもね、まあその分動きがかなりね、まあ実際に自分が撮った動画よりも良くなってるんで、まあ、その辺は良かったのかなと思いますバックアタックがこれ強いんですよ。すごくないですか。ほら、もうこの辺見ていただければね、あ、こいつ、あ、本当やったんだなみたいなやったんだなって思っていただければいいっすね。もういい。もうこっからはね、本当に本気で行くんで、もうやり方を知ってしまったんでね、私この辺は難なくクリアしていきたい。そしてこの、あ、そうだった。もうね、やり方を知ってるんでどんどんいきますよどんどんとね、もう早速マスターしていくんで、この辺も。よっしゃ。で、OK だね。先に進みましょう。こっちに進めるんですよ。道案内。よっしゃ。クイーン。いや、大丈夫。って。説得力ないよね。このマスク、旧式だからかな。ちょっと息苦しくって。ああ、だよね。君こそ大丈夫。なんとか、うちは大丈夫。よいしょ。ほう、よし、オッケー。スライムも余裕ですね。じゃあこのままいきます。あ、危ない。そうだった、スライムがいた。だがスライムは2発でいける。オッケーですね。じゃあはしごがあるんで登っていきます。よいしょ。これは地形を解放して辺りの地図がね見えるようになるんで説明しながらいきますね、軽くまあ実際でも4時間しかやってないんでそこまで詳しいわけではないんですけど、この下はいけないよな確か。あ、いけた。あ、そこそこ繋がるんだ。よし、でここで装備を整えていく。だがこのままでいいな、これは。よし、行こう。行こう。これ落ちるとやられてしまうんでね、落ちないように気をつけていきます。で、ここ分かれ道ムービー。あれ、さっきの人じゃないか。どうした、どこか怪我でも。ああ、やられてしまった。
ついてないな。少し休んでから行くよ。大丈夫だって、いいから、ほら。優しい。君は血類を探さないと、あの子が待ってるから。よし、じゃあの子を探しに行きますか。よっしゃ、行くぞ。で、この辺から、まあ一人で戦わなければならないんですけど、よいしょ。まあ基本ね、バックアタック取っていけば一撃でいけるんで、これをうまく活用していきたいと思います。そしてね、これがね、分かれ道。できればあんまりこっち進みたくないんだけど、一匹ずつおびき出すか。そうね、よし、 OK。 バックアタック成功です。よし、 OK。 そして2体目、金も来るんだ、金も来るんだ、よし、金も来るんだ。いや、手前の君、君だね。危ない、ヒュン。よし、 OK。 ほう、よいしょ、いい感じです。素晴らしい。で、この辺のアイテムも、随時回収していきます。だが、これ多分投げ飛ばせる武器だと思うんですけど、まだ使ったことはありません。で、このいつ動くな。よし、なんとなくそんな気がした。よいしょ、上から狙ってきてるけど、まずはこいつを倒していく。そして2匹目、こいつはバックスターン。 OK、 いきました。さらに上に駆け上がっていきます。躊躇するとね、撃たれるんで、こいつら。よいしょ、さあ、よいしょ、 OK、 もう一発、 OK、 素晴らしいね。なかなかうまいぞ。やはりうまくなっている。よっしゃ、ってことで、ここまでやってまいりました。ここがね、一応中間ポイント、ここで休憩して体力を回復することができたり、レベルアップ、今まで貯めたポイントでレベルアップをすることが可能になっています。まあ、この辺はとりあえずレベルアップでいきましょう。じゃあどうしようかな、今とりあえず3レベルなんですけど、んー、どうしようかな。まあこのまま進んでもいいんですが、この辺ちょっとね、いいアイテム置いてあったりするんで、こいつをね、倒していきたいと思います。ここに、なんか強敵っぽいやつがいるんですけど、こいつをね、倒していくんで、だが、ふっ、はっ、ダメだ。あ、ダメだ。あ、ダメだ。ダメだ、ダメだ。これはいけん。で、下ボタンで回復できるんで、よいしょ。2回ぐらい回復しとく？ダメだな、やはりあいつ強いな。よし、そういう時は、そういう困った時はちょっと先に進みましょう。先に進むと、なんかいます。はい。お前も探索者か。どうやら一人みたいだな。俺も今回は一人で探索を行っていたのだが、この先に進むのに連れ合いが欲しかったところだ。どうだろう、今回の探索が終わるまででもいい。同行しないか。騙して襲うような真似はしない。安心してくれ。こんな正気が濃く、ロストがうろつく場所で争ったりしないさ。よし。それは助かる。短い間だが、よろしく頼む。これで同行者が増えました。この状態でね、行ってもらえれば大丈夫だと思います。じゃあ、行ってみよう。早速ね、さっきと同じ敵に立ち向かうんですが、まずね、味方を生かせます。そう、とりあえずね、勝つことが最優先なんで。よし、来ましたね。これでこいつを倒すことができます。まあアクションにね、本当に慣れてる人だったら普通にいけんでしょうけど、ありがたくもらおう。このゲーム4時間やってもこいつにはなれない。よし、ってことで、この防具を装備して
一度ね、この宿り木で休息すると敵が全員復活するんですよ。なんでね、逆に取ればここでレベルアップすることも可能なんで、今ね3レベルですけど、今2人いる状態なんで、この状態で、ね、今来た道を戻ったり、あと横道入ったりしてね、レベルを上げていきたいと思います。それでは、というわけで上げてまいりました経験値15000分です。さらにここにアイテムで、経験値を加えていきます。でこれも使っていく。そしてさらに再生力の拡張因子、これも使っていきます。ドン。これでね、回復薬が、4になりました。1アップですね。で、1万9000分の経験値、これを全部、レベルアップに使っていきます。一気に18ガツンと上げました。そしてこれで先へ進んでまいります。今行くぜ待ってろ正面突破は厳しい。そっか待ち構えていらっしゃるんでね、結構大量に。よいしょ。だがそれでも突破していく。よし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 。ここはどうしたもんだったかな。上に通じてるのでこっから行きます。そしてこの銃を撃つタイプの敵、これをね、よいしょ、倒してから必殺技でここの巨大な生物も倒していく。そして奥に走り、銃を撃ってくるやつがもう一体いるんで、こいつも難なく倒していきます。以上かな。もう一体いた。よいしょ。あら、失敗。フォー、後ろからバックアタック。よっしゃ、いい感じ。どうですか。殲滅。あとは先へ進んでいきましょう。よっしゃ、登っていただき、ここには何もなかったか。よいしょ。あ、同じだ。全部つながってるんでね、まあ、好きなところから行っていただいて殲滅してもらえれば大丈夫でしょう。でも最初自分が言ったやり方で行ってもらえると比較的楽ですね。よっしゃ。じゃあこれで先へ進みます。ここから降りられそうだ。まあ、この辺はしご別に使わなくてもいいんだけど、一応使っていきますね。そしてイベントを進めます。おお、成長しました。やったね、血類ゲットです。よっしゃ。あとは何もないね。よっしゃ、先に進みましょう。どんどんとね。よいしょ。で、中間セーブポイントもあるんで、ちゃんとしっかりね回復していきます。レベルも上げられるね。19ガンガン上がります。いいね。後で事情を聞かせてもらおうか。オッケー。洞窟と建物がつながると不思議なものだ。一体何がどうだ、いいものだったか。いいものだね。で、どっちがいいんだろうね。基本片手剣で行こう。そして、サブ武器に、体験でヘビーアックス装備していきます。で、あとはいいね。よし、こんなところでどうでしょうか。いきます。
まあ、片手剣はね、振りが早い代わりにやっぱりダメージはそこまで通らないです。相手をひるませることもね、体験に比べて少なくなってしまうんで、その辺が注意が必要ですね。よいしょ。ただこの連続攻撃は本当に素晴らしい。で、体験のみでだけさっきの必殺技も使えるんでね、今こっちの方もメインに活用していきたいが、どうかな。まだしばらく体験でやっていこう。この辺も結構敵出るんでね。よいしょ。よし、後ろからも結構来たりするんで注意が必要です。この敵ね、この敵っていうか一体倒したなって思っても全然後ろからやってきたりするんで、本当に周り見た方がいいですね。一体倒しても、お、よいしょ、 OK、 いい感じだったな。大丈夫だね、あとは大丈夫。うん、倒した倒した。よし、この辺も動かない。じゃあ先へ進みます。よいしょ。周囲の地形情報が解放されました。なんかあるかな。そう言われると不安になるよね。大丈夫か、行きましょう。さて、地上の光だ。何が待ち受けるか。出たー、優しい人。進化してしまった。ロストに落ちたやつも二度と元には戻らない。迷いは捨てろ。行くか、やるしかないんだ。よっしゃ、それでは初めてのボス戦やっていきたいと思います。行くぞ。よし、ちゃんと周りを見ればね、よいしょ、なんてことはないんで。ホブネイフィ、よし、必殺技も加えていく。よし、大丈夫だね。お、危ない。ああ、やべえ、やってしまった。近づきすぎたな。で、ちょっと攻撃力上げておこうか、この辺でね。ほっ、うち、ああ、ちょっと失敗、危ない。よし、後ろから攻撃を加えて、いやー、やっちまった。そう、あの波動をまとった攻撃がね、なかなか。よっしゃ、これでどうですか。よいしょ、もう一発いきました。やったね。でもまさかね、あんな姿になってしまうなんて。びっくりだ。無事だったか。ところで、お前たちは。レブナントに定められた義務だ。例外はない。血液か。そいつには触らない方がいい。触れたものに侵食し、ロストに変える危険な意思だ。ささやきに耳を貸すな。誰かが犠牲になるしかないんだ。血類がなければ俺たちは。その子が落ち着いたらここを離れよう。誰かが犠牲になるしかないんだってことなんでね。俺が周囲を警戒しておく。
お前は彼女を見ていてくれ。声が聞こえますとしか言わないんで拾っていきます。待て、何を。手を離せ、飲み込まれるぞ。大丈夫、あなたなら。おお、覚醒。よし、掌握。ということでやってまいりました、見知らぬ世界。今回だけは勘弁してくれ。それを持っていかれたら俺は血類を治めるのが保護区に住むレブナントに定められた義務だ。例外はない。許せるぜ。すごくないですかこれ。いや最初見た時に感動したよね。血類がなければ俺たちは。オリバー、数少ない人間のほとんどがシルバの管理下にある。俺たちのような野良のレブナントは死に物狂いで血類を探さなくちゃならないのさ。たとえ他のレブナントを犠牲にしてでも。血が当たったんだろうな、きっと。せめてあいつだけで助かってくれれば。やっぱり結局は優しいよね、オリバーは。ここは記憶の残滓、失われた記憶がたゆたう場所ということです。これは、あ、これはあのロストの過去。いや、まさかそんな。っていうことなんですよ。じゃあ先へ進みます。